はい、お昼ですね。なんか朝はしっかりとおじいちゃん食べましたね。いや、いい天気ですね。今日はね、ほら、アボカドの芽が出てきてますね。また摘んでやらなくちゃ。ところが今ね、じいちゃん来るっつってんだけど、もう5個目ないのよね。5個目なくて、どうするべってことになりますんで、これからちょっと頑張って、サンドイッチでも作りますか。ね、サンドイッチ。これで朝目玉焼きをね、揚げたんですよね。まあ、サンドですから、焼きサンドね、いつもやってるやつ。ちょっと卵入れてやるか。ちょっと面白みが出るかな。卵入りの、これだね。卵入りカツサンドにしようか。はい、はい、じゃあまず卵をゆっくりと焼いてなんていうかね。焼きサンドの中に卵をトツンと入れてやりましょう。それで、スープはちょっといいスープないんで、コーンスープかなんか作るか。インスタントはまああんまりね、潔しとしませんけど、背に腹は抱えられねえで。これね、これパンです。で、スライスチーズ入れて、カツ入れて、野菜は何入れようかな。キャベツだろうな。キャベツ。どっかあるのキャベツ。ねえか。あらまあ、ないよ、これ。すらなきゃダメか。あれねえな。ああ、そうだ、ちょうどみんな使っちゃったんだね。まずキャベツを最初に切っちゃいましょう。きゅうりもあったよ。キャベツ買ってこんとな、並んで。で、このね、フライパンはよく熱くした油をなじませておきましょう。で、一回止めておきましょうね。で、キャベツと刻んで、夜も食うからね、ちょっと多めに刻んでもいいんじゃないでしょうか。お前ちゃん待てよ。お前の分もあったらねえよ、昼飯は。夜食うよ。夜あるよ、夜ね。こんな悲しそうな目で見るなよ、俺は。犬の中に悲しげな表情を見るってのは人間の勝手な思い込みであるのでしょうが、僕は前からそう思ってるように見えて仕方ありません。よいしょ、はい。きゅうりがまいちゃんのとこ行きました。よかったね、まゆ。卵にマヨネーズ、ケチャップに、卵にマヨネーズ、ケチャップ、これをちょっと洗った方がいいんだよ。一回軽く洗いましょう。あんまり洗うの好みじゃないんだよね。まあ、農薬どうのこうのなんて俺は信じてないけど、農薬で人間死ぬんだったらもう今まで絶滅しそうだよ。これからするんじゃないか、おい。それもまた困ったもんね。目玉焼きもね、とにかく弱火。ちょっと弱すぎるから、まあいいよ、勘弁。じゃあこっちね、これ、はい。あっちで今、やってみました。カツ、マスタード。これ昨日買いました、マッサード。食パンを、これ卵ね、卵はターンオーバーさせましょう。弱火にしてね、ターンオーバーしました。もうこれ OK、これ OK。 向こうでハムがいってカツだね。これがカツになりますから、カツを半分切っちゃうかすごいね、これ4つでいきましたね。カツがね、カツ4つ。はいね、バターは2枚ですから、ちょっと多めだね、今日はね。ちょっと大掛かりにいきましょうか。やっぱ、これね、これ。チーズが先でしょ、チーズ。とろけるスライスチーズ。スライスチーズは一番下ですかね。どう使うのか決めてません。で、マスタードをどう使うかが次の問題で。よし。もうこれはいいね、これはもういいぐらいかな。もう一周させようか。ターンオーバーのターンオーバーするか。ちょっと半熟してるよね。はい、パイパー OK。 はい、じゃあバター入ります。バターが入って火を一回止めちゃっていいかな。あんま溶けるとダメだよ。そんな溶けるな。こうやって拭ってってやりましょうね。しっかり拭ってやりましょう。いいね、しっかり拭ってやったところで、一番下はまずチーズだろ。これは何でもいいと思うんだけどね。それで目玉焼きをみんな真ん中ね。パヤパー、うまそうじゃろう。そしたところにカツは後だな。キャベツが先だな。キャベツが乗りますね。キャベツだろう。前々は先だったかね。これは難しいところだね。たっぷり乗るからいいよそれでカツを乗せてあげよう。そしたらマスタード、ここに乗っちゃったね。マスタードが乗りました。ケチャップ、ソースだよな。カツって言ったらな。ちょっと暗いかね。ソースだよな。カツって言ったらな。うまそうだな。ソースでパン。ちょっとキャベツもうちょっと乗ってもよかったかね。キャベツ乗せようか。キャベツでマヨネーズ。あ、もう一個チーズ。ちょっとそれは乗せすぎじゃないの？やったことないよね、こっちのチーズってのはね。はい、じゃあちょっと、あ、火止まってる。なんで俺止まっちゃったっけ、さっき。これは失敗だね。マシャイさん、失敗ですよ。そうそう、ここでちょっとこうゆっくりと熱がまずはかかんないとダメなんだよね。で、かかる間に落ちていきますからね。その間にじゃあその間にいろんなものを載せか。そこがパリッとしてきましたね。そこがパリッとしてきたところで、これです。もういい感じでバターが溶けていくね。バターがさ、これ溶かして塗るのが難しいじゃない？トーストって。だからこうやってバターをちょっと多めに置いてあげてね。こうほのかな離してやると溶けながら美味しくなっていくのが分かりますね。これこうね。でこう回してやりましょう。そうするとパンがそこをこう舐めながらね、美味しくバターで揚げるような感じだよね。すごいねこれね。ほんとね、キャベツが溶けていったんですよ。はい、一番弱火。OK。ほんとに店長お店に出せますよ、これ。やっぱ。今じいちゃん来るからね。お、このパリンチョパリンチョベリーグッド。これはやっぱりもうちょっとあれだよね。やっぱ生きててよかったこれ今まで。そうなの？もうほとんど間に入ってるのがわかんないんだけど、これとんかつ入ってんだよ。鶏かつ入ってんだよ中に。鶏かつにバターだろ。ほらパリパリだこっち。キャベツ結構山盛り入ってんだけどね。こうやって溶けていくわけだよね。ワンダフルワンダフルビューティフルゴーゴー。焦げる寸前まで行くからね。焦げる寸前。弱火でね、焦げる寸前まで。ほらうまそうじゃのう。もうこんなでいいかね。大ちゃんも大騒ぎしてますね。お前のが何もないよ。そんなに喜んでるなよ。もういいかな。はい。ではこれでにて焼きサンド完成でおかしていただいて、刺身包丁一番いいね。おおほらチーズがすって。うわちょっとキャベツ多かったね。まあ色違うんだね。こっちから切りましょう。うん、もう上のパンをまず切ってやって、その後で下のパンまで切るようにするとなかなかほどけないですよね。どうしてもここはこうなっちゃいますからね。はい、じゃあおじいちゃんのパンはこれとこっちにしようかな。2つがねちょっとあるね。それのパンはこれ、マヨのパンはちょっと後で耳やるよ。うん、うまい。ちゃんの果物をちょっと作ってみようかな。果物を作りましょうか。今日はちょっといっぱい豪華版なんだよね。よいしょ。パインをみんな食べてたからね、朝入れた果物ね。あ、ちょっと300円ぐらい、200円か197円だったかなから。ちょっといい果物だよね。こんな入っちゃうもんね。この試合フルーチンヨーグルト、そんな生優しい量じゃないよね。ウルトラ山ほど入りだよね。でこれバナナがちょっと入ってますから、こうやって入れてでくるっと回してやるとフルーツヨーグルトができたね。 OK でしょう。うまそうじゃろ。またこれで果物なくなったからしばらくあれだねこのスープはねちょっと申し訳ないけどインスタント使わせてもらいます。俺は飲まんけど、まあちょっとたまにはこういうものを飲んでもいいよね。ヨーグルトにコーンスープでキャベツたっぷり、やっぱサラダ、ね、昨日はね、よいしょ、小笠だ。はい、ということでしーちゃんの美味しそうなご飯が出来上がりとね、これでいいね。はい、では皆さんも美味しいおいちごを食べて元気に過ごそうじゃございませんか。まだ来ねえよパやっぱじゃない。